ジョージ・ガービンはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手である。ABA、NBA で活躍した往年の名選手である。フィンガーロールを武器に1970年代後半から1980年代前半のサンアントニオ・スパーズの黄金期を支え、スパーズの5回のディビジョン優勝の原動力となった。1996年にバスケットボール殿堂入りした。愛称はアイスマン。 ガービンは地元のマーティン・ルー・サー・キング高校を1969年に卒業するとロングビーチ州大学に2年東ミシガン大学に2年在籍した高校時代はアメリカ高校代表メンバーにも選ばれた彼は大学でも1972年にアメリカ学生代表に選ばれるイースタンミシガン大学在籍の2年間で12,044ポイント ゲーム平均26.8ポイント14.4リバウンドをマークし、彼の背番号24番は1986年1月22日に永久欠番になる。大学卒業後の1972年に ABA のバージニアスクワイヤーズに入団する。スクワイヤーズではあまり出場時間はなかったが、ABA ルーキーオールチームに選出される。その後、 1974年に当時 ABA に所属していたサイアントニオスパーズに移籍した。スパーズ移籍後はチームの中心選手となりゲーム平均20ポイント以上を獲得し2年連続でオールスター出場、オールセカンドチーム選出された。ABA は1976年に解体されるがスパーズはそのまま NBA に編入され、インゴガービンは NBA 所属の選手となる。 ABA 解散時に解体することなくそのまま NBA へ編入したスパーズであったが、ガービンを中心に最初の黄金期を築きつつあった。スパーズは5回にわたって地区優勝し、プレイオフの常連となり、競合と呼ばれるチームになった。ガービン自身も4回得点王に輝き、1980年に NBA オールスターゲームの MVP を獲得するなどチームの 顔となっていった。NBA 史上で4回以上得点王を受賞したのは、ウィルト、チェンバレン、マイケル・ジョーダン、アレン・アイバーソン、ガービンの4人だけである。ガービンは引退前の1年をシカゴ・ブルズで過ごしたが、10年以上にわたってスパーズを牽引した。スパーズ時代の1978年4月9日に行われたニューオーリンズ・ジャズ戦の第2クォーターで叩き出した1。 クォーター間のみで33得点という驚異的な当時の NBA 記録は2015年に37得点を記録したクレイ・トンプソンに更新されるまで37年もの間破られることがなかった。さらにこの大記録はシしくも記録した翌年の1979年に改定されることになるスリーポイントライン制度の導入前であったことから どこから得点しても2ポイントしか加算されない、当時の NBA ルール下で生み出された記録であり、9本の3ポイントを含んだトンプソンの新記録が誕生した際には、トンプソンへの賛辞の言葉とともに、私の記録が破られたとは感じないよ。彼は新しい NBA に新しい記録を作ったんだとコメントしている。2008年にカーメロ・アンソニーが、 大記録となる1クォーター間33得点を記録しているが、こちらもスリーポイント制度導入後であり、ガービンが記録した30年後の話である。キャリア平均26.2ポイントという NBA 歴代8位の記録を残して1986年にガービンは引退したが、その後はヨーロッパに渡りイタリアやスペインでプレーをした。1996年に NBA 史上最も偉大な50選手に選出され、同年に殿堂入りした。ジョージ・ガービン・ガービンは、コート上では、動揺を顔に出さず、表情を変えない選手だった。投手を内面に秘めて黙々とプレーをするため、アイスマンのあだ名で呼ばれ、相手チームに恐れられた。逆にチームからは頼りにされ、チームの精神的支柱ともなり、また、スパーズを代表する選手として、 多くのスパーズファンに愛された。強いスパーズを象徴する選手として、デートクデビット・ロビンソンと共に今でもファンに愛されている。ガービンもサンアントニオを愛し、引退後はサンアントニオに今日構え、ジョージガービンユースセンターを設立して、若者をスータの危険や誘惑から救おうという活動を続けるなど、コミュニティに貢献している。 弟のデリック・ガービンも NBA 選手で1989年から1991年までニュージャージー・ネッツで72試合に出場した。得点、リバウンド、アシストの成績は下記の通りである。オールスターゲーム出場、12回 NBA オールスター、MVP、1回 ABA オールルーキーファーストチーム、1973ABA オールセカンドチーム、 2回、NBA オールファーストチーム、5回、NBA All Second t e a 回、NBA 特典王。4回、NBA ベスト50。選手、1996basketball-referenc.com e。はっと basketball-referenc.com e。ありがとうございます。